国内女子ゴルフツアー、日霊レディース、第2日、15日、千葉、袖ヶ浦 CC 新袖 C、6584ヤード、パー72、賞金総額1億円、優勝1800万円、初優勝は父の日に。過去何度も初優勝目前に迫りながら、苦敗を舐め続けた桑木志保、21イコール大和ハウス工業、 が首位と1打差の2位で、通算 3, 3度目の最終日最終組に臨む。4バーディー、3ボギーの71で回り、通算7アンダー、137。首位から出て順位は1つ落としたが、スコアを1つ伸ばしたことを前向きに捉えた。最終日は父の日、常にツアーに同行し、支え続けてきた父正俊さん、66、2。 最高の恩返しをするつもりだ。3位から出た武田レオが8アンダーで首位に立った。年間女王争いでトップを改装する武田が、今季4勝目に王手をかけた。5バーディー、2ボギーの69と3つ伸ばし、通算8アンダー、136。知事は9アンダーで独走を予感させたが17番でボギー。 伸ばしたいパー後の18番でパーに終わり、ミスショットが続いて残念、と唇を噛んだ。大逆転でのパリ代表入りの可能性もあり、次週はメジャーの全米女子プロ選手権。優勝してから、米国に、行くのがいいけど、そう簡単ではない。最終日はベストを尽くしたい、と力説した。